ホッケー女子日本代表チームリオデジャネイロオリンピック総合会を開会いたしたく存じます。私、本日の司会進行を務めますテレビ朝日アナウンサーの廣野香山と申します。それではここで選手団が入場いたします。本日はここにホッケー女子日本代表チームリオデジャネイロオリンピック総合会を開催するに際し高円宮妃殿下のご臨席を賜り誠にありがとうございます。さくらジャパンはアテネオリンピック以来4大会連続出場を果たしました。リオの地においてメダルを獲得する、これを最大の目標とし、レベルアップに取り組んでまいりました。リオデジャネイロでは、選手団一同、全力を尽くして頑張ってまいります。本日は誠にありがとうございます。続きまして、日本ホッケー協会名誉総裁、高円宮妃殿下よりお言葉を賜りたく存じます。本日リオデジャネイロをで開催されます第31回オリンピック競技大会に出場いたします日本女子ホッケー代表さくらジャパンの総合会に多くの皆様にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。日頃から日本のホッケーをご支援いただき、またあと県の方々もいらっしゃっていただいておりますが、日常的に選手たちをサポートいただきまして心より御礼申し上げます。4回のオリンピック連続出場ということで、特に今回、中川美希キャプテン、今回で4回目彼女の下で戦うわけですが、ロンドンの前回の大会に出場した選手と、また今回初めての選手とのチームになります。みんな大変な熱意を持って、強化試合、そして海外遠征を繰り返して練習してまいりました。チームスポーツの果たす役割というのは大変大きなもので、日本の社会においても少子化が進む中で、彼女たちがお手本になる部分というのも多くあると思います。でもチームスポーツというのは、いろいろなプレーができるわけなので、作戦的に考えて、専門的な数字に到達するのではないかと思いますが、自分たちの得意とするところを全て発揮して、いい試合展開にしていってもらいたいと思っております。格上、格下のチームというのは、もうリオにたどり着いた段階ではないと思って、すべてのチームに対して、どう自分たちをどのチームでも勝てる、逆に格下と言われていても、どのチームにも可能性だってあるわけなので、絶対にここら辺は自分たちの力を誇ることなく、また妙に恐縮することもなく、いいチームとして自分たちがやってきたことを信じて、ぜひ戦ってもらいたいと思います。またチームスポーツにおいては、ちょっとした仲間が大きな損につながることがありますので、ついに常にお互いに声をかけ合い、お互いを分かって、ピッチ外の時にも朝から朝食を食べる時からも必ずチームとして仲良くお互いを信じてやっていってもらいたいと思います。オリンピックのチームは私はいくつかのオリンピックチームオリンピック代表をオリンピックに代表を送っている、競技の名誉総裁をしておりまして、オリンピックの会場には参りませんが、テレビにかじりついて、はるか東京より応援しておりますので、そのメダルを獲得して帰ってもらうことを楽しみにしております。残念なのは、チームスポーツで団体でメダルを取っても、どうも一つとして数えられるようなのですが、見ている私どもからすれば、
それはチーム全体のメダルとして考えられるので、それをとても楽しみに待っております。体に気をつけて頑張ってもらいたいと思います。本日は本当に皆様応援に駆けつけてくださいました。ありがとうございます。みんなで一緒に東京から応援しましょう。あ、いらっしゃる方でいらっしゃいますね。じゃあ東京に残る人たちは一緒にここで応援いたしましょう。どうもありがとうございました。それではこのようにご来店の皆様より激励のご挨拶をいただきたく存じます。スポーツ庁長官鈴木大地様、どうぞよろしくお願いいたします。ホッケー女子日本代表は4大会連続出場をされているわけですけれども、チーム競技で出場するだけでもですね、大変な偉業ではないかと私は思っております。私もリオデジャネイロでの皆さんのご活躍を心から期待をしております。このチーム競技がこの日本選手団で活躍をしますと、ものすごい選手団として盛り上がりを見せます。一気にこの日本選手団がですね、火をついて、それぞれが活躍をしてくれるというような、非常にその独特の日本独特のですね、盛り上がりを見せると思います。皆さんのこのリオデの一挙手一投足がですね、大変注目されています。そして、その皆さんの一つ一つのプレーがこの2020年大会につながるものであります。どうか日頃の成果を一旦発揮されまして、不意のない戦いをリオの地でしていただきたいというふうに思っております。ありがとうございました。次に日本トップリーグ連携機構代表理事会長川口三郎さんより激励のご挨拶をいただきたく存じます。リオのオリンピック、ぜひこの、女子のホッケーがメダルを獲得して、そして東京オリンピックにまでそれをつなげてほしいと心から願っています。ホッケーは見ていて本当に面白いです。しかし日本の大部分の人はホッケーを知りません。それはなぜかというと、テレビ中継などほとんどされないからです。このオリンピックこそが、この皆さんが日本中の国民にアピールするときです。そしてメダルを取るとなっていうことになると、ほとんどの日本人がテレビを見てそのホッケーを応援し、ホッケーの面白さをそこで初めてみんな経験するでしょう。そういった意味でもこのリオのオリンピックの皆さんの活躍というのは、世界の発展のために、そして日本のスポーツ界発展のために本当に重要なことです。それがまた東京オリンピックにつながっていくと思います。そういった意味でこのさくらジャパンが日本のみんなのために、ホッケー界の発展のために、ぜひメダルを獲得してほしいところから期待しています。皆さんの活躍をテレビを、僕もひねったと一緒になってじゃないですか、別の場所ですがテレビを見て応援したいと思います。今日はどうもありがとうございました。リオデジャネイロオリンピック日本代表選手団団長をお務めになられます橋本聖子様でございます。2020年の東京オリンピック・パラリンピックにつながるという意味におきましては、このリオの大会というのは大変重要な、そして責任のある立場ではないかなというふうに思います。特に東京に向けては何としてもチーム競技を絶対に強くしなければ、この日本は盛り上がらない。チーム競技の威力というのは素晴らしいというふうにいつも感じておりました。何としてもさくらジャパンが強くなっていただかなければ次がないという思いの中で強化体制を取らせていただきました。団長として皆様方にお願いなのは、ぜひプレッシャーを大いにかけてください。プレッシャーをがかかるということは幸せなことです。そしてプレッシャーが心地よくならなければ決して強くなりません。自分自身がかけるプレッシャーの方がはるかに強いです。でもそこはやはり人間力でなんとかクリアをして、そして喜びの先にこの日本の次世代に対しての私はまさに教育であるというふうに思っております。それができるのはさくらジャパンでありますので、ぜひ皆様と共に素晴らしい成績のご報告がリオでできますことを心からお誓い申し上げて激励にさせていただきたいというふうに思います。選手の皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。では続きまして、選手団を代表いたしまして
務ます日本ホッケー協会常務理事協会本部長山口修一郎より皆様方に御礼のご挨拶を申し上げます。皆様方多数のご列席を賜り、本日このような立派な壮行会を開催していただきました。タクラジャパン選手団を代表し熱く御礼を申し上げます。また先ほど来高円宮妃殿下より心温まるお言葉を賜り、鈴木長官、川口会長、橋本団長からは心強い激励のご挨拶をいただきました。桜ジャパン一同、今こそ決意を新たにし利用に向かう覚悟を固めたところでございます。この上は皆様のご期待に沿うべく、桜ジャパン選手団25名の総力を結集し、チーム一丸となって4人おいて表彰台を目指したいと思います。本日は誠にありがとうございました。続きまして、ここで皆様方に選手団のメンバーを紹介させていただきます。まずスタッフよりご紹介いたします。監督永井裕二、女子協会委員長中村真理、コーチ長谷部健二、コーチ三浦恵子、トレーナー茂木純、以上番長加えスタッフ6名でございます。次に選手をご紹介します。林渚、はい、小野真由美、はい、浅野咲代、はい、副キャプテン柴田茜、キャプテン中川美雪、はい、西村彩香、はい、西郡恵美、はい、坂口真希、はい、ゆたはずき、はい、真野ゆかり、はい、永井はずき、はい、中島美恵、はい、三橋亜希、はい、永井ゆり、はい、清水美奈、河村元美、はい、以上16名に加えまして、浅井優、野村かな、はい、大家涼子、この3人がバックアップメンバーに加わり、総勢25名の選手団でございます。そしてもう一人皆様にご紹介申し上げます。審判員として選手団同様にリオのピッチに立ちます、相馬千恵子でございます。それではこれより永井監督、中川主将よりリオでの戦いにかける決意表明を述べさせていただきます。サッカージャパンは昨年10月、正式にリオデジャネイロオリンピックの出場権を獲得いたしました。特に今年に入りましてからは国際大会での準優勝、また海外遠征でもトップランカー、またはリオの出場国とも数多く対戦する中で、内容も非常に良くなってきて、また結果としましても、そういったチームに現段階では勝ち越すというような非常に勢いが今年に入りましたから随分ついてまいりました。リオで戦える体力、技術、戦術をしっかり磨き上げた中で、リオの方に勢いを持って乗り込みたいと思っております。そして日本ホッケー協会悲願のメダル獲得に向けて、チームこの19名そしてスタッフ全員一丸となって戦ってまいりますので、ご声援のほどよろしくお願いします。本日はありがとうございました。続いて中川主将よろしくお願いいたします。私たち桜ジャパンはロンドンを終えての4年間でチーム一丸となって日本のホッケーを引き上げてきました。リオの地では選手、スタッフ、心を一つに一丸となって一戦一戦全力で気持ちを込めて日本ホッケー界の初のメダルを目指して必死に戦ってきます。桜田ファンの応援もよろしくお願いします。本日はありがとうございました。続きまして乾杯のご発声をいただきたく存じます。ホッケー日本リーグ長会長北川原浩健様、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、ご入籍を賜ります。盛大な壮行会、
本当に、ありがたく、また、おめでとうございますと申し上げたいと思います。アテネから4回連続ということで、地元の女子チームが行政である時に出動することが決まります。先ほど決意もございましたが、初めてのメダルということを私たち関係者も期待をいたしております。それでは、さくらジャパンが、メダルを獲得してくれることを期待し、乾杯。本当にありがとうございます。この日本選手、ホッケー選手団がメダルを獲得できると記念いたしまして、関東日本人をさせていただきます。よー